ローソンで販売していた苗寿を東京タンメン隣監修進撃ワンタンスープ買ってみた。カップスープタイプの商品、ワンタンがカップ内に入っている。先入れ粉末スープの後入れ液体スープ、熱湯を注いで4分、液状スープはラー油っぽい赤色ですが味噌っぽい香りも強くなる。ワンタンの肉厚は小さめ、ニラのような野菜とミンチ肉のような肉片。スープは結構辛い、辛いのが苦手な人にはおすすめできない辛さだ。進撃と歌うだけはある辛さがしっかりある。ワンタンが煮崩れしててベローンと広がってしまうのは難点。悪い点はないけど野菜もっと欲しいかな。カップ麺の辛いスープのやや濃度濃いめバージョンといった感じ。面白さだけでは、家系総本山吉村や野菜畑豚骨醤油スープよりは良いけど、東京タンメン隣監修激辛ワンタンスープも抜きん出てこれという強みはなかった。